こんにちは、早川洋平です。石平恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第88回です。皆さんお願いします。はい。さあ今日は、最近女性が多かったんですが、男性35歳、はい、いただいています。僕は筋金入りのダラダラ人間です、うん、金曜日の12時が締め切りの仕事があったとします、うん、最初は月曜日からコツコツやろうと思うのですが、結局やっぱり明日にしようと後回しにして遊びに行ってしまいます、うん、次の日もネットニュースを見たり違う仕事をしたりして全然取りかからず、木曜日の終わり頃から焦り始めます、うん、結局夜中まで残業してようやく終わらせます。次こそは余裕を持って仕事を終わらせようと誓うのですが、毎回懲りずに繰り返してしまいます。この性格は治らないのでしょうか。イラさんに聞く質問か聞いちゃいけない質問かちょっと分かんないですけど、もうね、今日このポッドキャスト聞いてる人はみんな言ってると思いますよ。、はい、俺もそうそうって、うん、これが日本人の仕事の普通のやり方なので、うん、全然ダラダラ人間じゃないんですよ、うん、日本人ってそういうものなんです、うん、なので、気にせず、まあ毎回最後に頑張ってダラダラしてください。一発回答で終わりじゃないですか。いやもうでも本当にそうだと思うよ。この人これ治らないよね、何をやっても。うん、まあ治るんだったら治ってるはずですよね。治ってる治ってる。うん。ただ、本当にその、ダラダラで今、一日でなんとかなってる仕事だったらいいけど、はい、それが無理な仕事もあるじゃないですか。ありますね。なので、それで穴を開けたら初めて何かちょっと変わるんじゃないですか。うん、なので、これは僕たちが何かを言うとか、こういうふうにすれば良くなりますよなんてことは、そういうレベルの問題じゃないですよね。うん。うん、だって、基本的にみんなできないもん。作家だってみんな締め切りの前に焦って仕事してるし、うん、なんちゃんと初めから書いて渡しておく、一週間前に原稿を渡すなんて人、全然知らないよ。あえて言うならいます、割とコツコツ系。います。例の羽獄の吉村明さんなんかは、はいはい、新聞連載なんかはもう全部書き上げてすごい金庫の中に入れておいて、取りに来ると原稿用紙を何枚かずつこうやって渡していたという話は聞いたことがあります。でもまあまあ作家の中でも稀ですね。稀ですね。そんな人いないですね、うん、みんなギリギリで書いてますね。新聞だろうが週刊誌だろうが小説誌だろうが一緒です。で、これは実は小説家だけではなくて、はい、あらゆる仕事でそうなので、うん、基本的に日本人って切羽詰まって本当にお尻に火がつかないと実力を出せないタイプなんですよ、うん、なので、そこら辺はいいじゃないですか、それでなんとかなってるんだからっていうのが大人のアドバイスじゃないのかな。それなんでだと思います？日本人はってイラストもおっしゃいましたけど、国民性じゃないですか。その国民性って強いて解説するとしたら何だと思います？日本人って自然と生きている、風のままに生きている、その時の風に吹かれて生きているんですよね、うん、だから以前僕その外資系の広告代理店で働いている時に仕事の仕方で本当に違うのでびっくりしたんですけど、外国人は月曜から仕事の例えば1週間後だったら、まあ、週に5日ありますから 20% やります、はい、ちゃんと帝国から始めて夕方までに終えてさっと帰って 20% やって、はいうん、次の日も 20% やってで最後に終わらせて、そのプレゼンの前日でも残業しないんですよ、うん、ただ日本人はそれができている人は見たことないです。みんな会議してああだこうだもんであれこれ考えて悩ん で最後の一日で勢いで作るっていうのの繰り返しでしたね、うん、なので国民性だと思いますね、これは本当。でもそういう意味では日本人の良さってコツコツとかまめにとか締め切り守るみたいな、なんかその一方であるような気するんですけど、そのコツコツとこのコツコツ仕事を5分割って意味が違うってことですよね。日本人はすごく真面目で丁寧な仕事をするんですけれど、こういう一つ締め切りがあるとか新しいアイデアが必要とか表現とかっていうことになると、うん、逆になんかすごく粘って待つんですよね、うんうん、インスピレーションを。そういう意味では今のその表現っておっしゃいましたけど、うん、僕も今少し思ったのはやっぱりクリエイティブというか創造的なものっていうのは、うん、特にそうなのかなとか。そうですね、そういうのはあるんじゃないですかね、うん、逆に海外の作家の方が本当にコツコツ書きますよ、うんうん、でもコツコツでも創造的なものは逆に言うと作れる。作れる作れる、もちろん作れます、うん、はい、すごく多産な人っていうのは大体コツコツ型の人が多いんで、うん、たくさん書いてる人はコツコツやってるんじゃないかな。じゃあまあこの彼は、うん、まあしょうがないと思うね、うん、これ誰かに何かを言われるとか知っても治らないですよ。で残業してようやく終わらせてるんだからいいですよね。いや間に合っていればいいです。ただいつか残業して徹夜しても終わらないような仕事が来るんで、その時にどう対応するかを今のうちから考えておいたらそうですね、うん、必ず穴を開けることが来ますから、いつか、まあでもこうやってちゃんと考えてる人でしょうから、そういうのは外さないようになんかできそうですね。そうだね、だといいですね。ただまあ35歳ですからね。はい、うん、じゃあまあね、基本的には今のままで、はい、はい、いいと思います。
さあ、この番組では皆様からのご質問を募集しております。ぜひ恋や仕事、社会に関する疑問をお寄せください。また井田さんと双方向のコミュニケーションを楽しめるオンラインサロンの会員も募集しています。詳しくは石田屋公式サイトからご確認ください、はい、今日は第88回をお届けしました。井田さん、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。Thank you.